6日の阪神 7R、4年上1勝クラス、で落馬、頭部と胸部を負傷した藤岡幸太、35、について、兄、雄介が現状を説明した。落馬でご迷惑、心配をおかけして申し訳ありませんということと、まだ意識が戻っていない状態で、本人の頑張りに期待するしかないというところです。僕ら家族も見守っている状態、たくさん心配されている方もいらっしゃると思うので、 なんとか帰ってこられるように願ってあげてほしいと思います。とコメントした。